の証明一丁追っ始めるか。光あるところに影があり、影あるところに光がある。二つは表裏一体をなし、片方のみの存在はありえない。さりとて二つが相入れることもまた不可能なり。飛ばします。学校を選択してくださいませんか。キリス蛇女子学園。私は空っぽだ。みやび、みやび、みやび、何か言った？そろそろ戻ろうか。みやび、ほら、比率蛇女子学園だ。あそこに僕とみやびが修行を積んでいた蛇女が移転したんだ。忍び結界だ。蛇女の方からだ。しかも一つじゃない。蛇女が攻め込まれるなんて、僕たちがいない間に何をやってるんだ。決着がついたみたいだ。決着。
みやび。ヘビ女が崩れる。あれは妖魔。大丈夫？戻ったんだね。みやび、僕はどれだけこの瞬間を。イム、泣いている場合じゃない。イム、戻るぞ。私たちの蛇女に。なんてことだ。イム、立て。ミヤビ。グズグズしている暇はないぞ。
取り戻すんだ。取り戻す？何を？決まっているだろう。止まってしまった時間と蛇女の誇りだ。起立、蛇女子学園。真の蛇女子選抜メンバーの物語だ。立ち止まっている暇はない。行ってらっしゃい。みやびが目覚めてから数ヶ月後、比立蛇女子学園は新たな校舎を得て再出発していた。ではこれより学園の意向を伝える。選抜メンバーが抜け人となり、今の蛇女には学園の代表がいない。そこで抜け人狩りを成し遂げた者たちを新しい選抜メンバーとすることになった。新しい選抜メンバー、なんだか悔しいな。みやびが眠りにつかなければ僕らが選抜メンバーのはずなのに。イム、過去のことを嘆くのはよせ。今さら何も始まらん。うん。みやびよ、まずは共に行動するメンバーを5人集めろ。わかりました。選抜メンバーでもない者が蛇女の復権を歌っても意味がない。地に落ちた蛇女の誇りを取り戻したいのであれば、抜け人のホムラたち5人を始末することだ。それにお前たちは失った時間を取り戻す必要もある。ホムラたちの居場所はこちらでも掴んでいない。お前たちには判明し次第連絡する。はい、わかりました。前任に敗北し蛇城を貶めた。あいつらの所業は万死に値する。うん、あいつらにはけじめをつけてもらわないと。そう簡単にいくかな。それはどういう意味ですか？ホムラたちは私が修行をつけた生徒だ。お前たちでも戦えば無傷では済まないだろう。待ってください、鈴音先生はどっちの味方なんですか？教え子に味方も敵もない。私は事実を言ったまでだ。イム、もういい。つまらない話をしている暇があるのなら修行だ。鈴音先生、報告は以上ですね。でしたらすぐに修行をしたいのですが。わかった。さあ今、私と手合わせだ。私は力なき者と行動を共にする気はない。お前の力が未熟なら容赦なく切り捨てる。あ、分かってる。ただ簡単にはやられないよ。僕は
みやびといつまでも一緒にいたいからね。では行くぞ。来い。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。イム、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ、火炎の魂に舞い散れ。聞かぬわ。話にならないな。弱が溢れそうだ。わざあり。決着。造作もない任務だった。だよ、みやび。うん、腕は落ちていないようだな。合格だ。本当？僕はみやびの期待に応えられてる。いや、まだだ。イム、もっともっと強くなれ。悲願達成のためには強力な力が必要なのだ。こんなものではまだ足りない。みやび、僕はみやびのそばにいたい。ずっといたいんだ。つまらない質問をするな。お前は私の手足だ。当然私から離れることは許さない。あ、みやび、誓うよ。たとえ何が起きようと、僕は絶対にみやびのそばを離れない。絶対に一人にはさせないよ。期待している。もうみやびを一人では戦わせない。だから僕はもっともっと強くならないと。当然の評価だ。ダメだよ、みやび。今のヘビジョにはいないみたいだね。僕たちの仲間になれそうな新人は。私と共に戦える忍びが育つまでにはまだ少し時間がかかりそうだな。みやび、新人なんて邪魔なだけだよ。僕一人いれば十分だと思うけど。そういうわけにはいかない。鈴音先生は5人集めろと言っていたからな。あと3人必要だ。みやびは僕だけじゃ不満なのか。僕はみやびと2人だけの方がいい。イム、ちゃんと探してないな。え、お前ちゃんと仲間を探してないだろ。ないよ。嘘をつくな。だって僕とみやびの間に知らない奴なんか入れたくないよ。もしそいつがみやびを裏切ったらどうするのさ。それになんだ。そいつがみやびのことを好きになったりしたら、僕は
何の話だ。ごめん。不満があるのならば蛇女らしく戦って決めよう。イムが勝てば新人を入れる件はなしにしてやる。わかった。望みを叶えるのなら力ずくで。さあ来い、イム。うん、行くよ、ミヤビ。イム、悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散る。忍び転身。のためならどこまでも戦える。勝った。やるな、今。みやび、僕にわざと勝たせてくれたんだろう。まあな、手加減というやつだ。どうして。お前は私の側近だ。あまり不満を抱えさせるのは良くないと判断した。みやび、ごめん。僕が悪かった。わがままを言い過ぎた。一人いるんだ、僕たちの仲間になれそうなやつが。私の知っている生徒か。うん、ただ本当の姿は知らないだろうけど。本当の姿。まあその意味は会えばわかるよ。いろいろと問題のあるやつだから。僕の妹の紫は。みやびに認めてもらう方が嬉しいな。